ソフトバンクの生海、イクミ、本名、カエ生海、ソトヤシュが28日、福岡市内で来季の支配下選手契約を結ばない旨を伝えられた。今年1月の自主トレ中に起きた打球事故の影響で、左側頭葉脳挫傷と診断され、競技復帰に1年から1年半かかることを球団で発表していた。育成契約を打診された24歳は、正直怒りが勝っています、と語気を強めた。育成契約という話でした。正直、もう正直怒りが勝っていますけど、納得いっていないし、どうしようかなって思っています、と不満をあらわにした。生海は九国大附高から東北福祉大を経て、2022年ドラフト3位で入団。ルーキーイヤーの昨季は13試合に出場して20打数4安打の打率2割をマークしていた。左の長距離砲として飛躍を期待された今季はアクシデントもあって、実戦出場はなかった。いろいろメンタルもやられたんですけど、その中でもよう頑張ったかなと思います。それで今日のこの結果だったので、正直怒ってます。怒りの、矛先、については、自分に対する怒りだったり、支配下でいさせて欲しかったなという怒り。その思いを野球にぶつけたら一番いいかなとは思いますけど、と無然とした表情だった。球団としても競技者としてやっていけるレベルに戻れるかもわからない中で、支配下の枠を使っておくわけにもいかないし、一旦こういう形になるのは仕方ないと思う。一方、育成として打診があったということは治療している間は面倒を見るよ、という意思の表れでもあるので、怒るというのは本人が現状をきちんと認識していないか、冷静になれていないのでは。この世界は実力ももちろん運もありますもんね。試合中ならまだしも自主トレ中となると自己責任とも取られかねない。毎年新戦力も入ってきて競争も激化する中、自由契約になる選手も多々いる中で、育成契約はせめてもの温情と逆に思いますけどね。怒りを感じる前に計算できない中で育成とはいえ残してくれたチームにそこから這い上がる姿を見せてほしいですね。理想と現実の区別ができなく感情的になるのは若いから仕方ないかもしれんけど、冷静になって今自分の置かれてる立場を見つめ直すいいきっかけにしてほしいね。プロとして即座に契約を切られてるわけじゃなくリハビリ期間の猶予を与えられたと考えると感謝の言葉が先に口に出る人間になった方が絶対今後のためになるよ。仮に怪我がなかったとして一軍レギュラーでいられたのか、今行われてる日本シリーズを見て冷静に見つめ直してほしいよね。まあ生替え元陣の話からして日常生活に支障が出るくらいに体調もあまり回復していないみたいだし、さすがに復帰が読めない選手に支配下枠を使うわけにはいかないよね。自主トレ中ということで球団が完全に責任を取るのも違うし難しい。育成にはなったけど、現状の回復具合で育成契約があった時点で全然期待されてると思うし、しっかり身体が治って事故前の状態に戻れば、すぐに支配下に上がれるくらいの力はあると思う。本人も現状に焦りがあって、いろいろとフラストレーションが溜まってると思うけど、応援しているファンはずっといることを忘れないで。脳挫傷ということだけど、その後に脳萎縮や脳室の拡大はあったのだろうか。当初の診断名だけで、後遺障害に関する報道がないのが気になるところ。客観的に見れば、公式練習ではなく自主トレでの事故なので、労災的なものではない。そもそも野球選手は自営業なので労災という概念はないが、そのように考えられないのが元々の本人の気質ならばよいが、高次脳機能障害で感情の制御が難しくなっているということもあるのかもしれない。亡くなられた阪神の横田選手のように、育成契約だけど年俸は据え置き、といった契約だとよかったけど、おそらくそうではなかったと推測します。確かご結婚されたばかりだったかと思うので、そうであれば怒りの感情が出るのも理解はできます。ただ、やはり他の方もコメントされてるように 100% 働けない選手に枠を使うわけにはいかない世界。感謝の気持ちだけは忘れないでほしいなと。同時に、再び支配下契約してもらえるように頑張ってほしい。そして活躍する姿を楽しみにしたいと思います。気の毒だとは思いますが、仕方ない。起こる過程はわかりませんが、新婚であったり、交渉で使われた言葉が気に入らなかったのか、いろいろあるとは思いますが、
自主トレで怪我して戦力にならなかった選手を今年は支配下の年俸で置いといてくれたことに謙虚に感謝しても良いのかなって思ってしまいました。気の毒とは思いますが、球団に責任がない事故ですし、こればかりはどうしようもない。自分に対する怒りはともかく球団に起こるのは筋が違うのでは。